何しに来たのはひどくね。俺5時間もかけてきたんだぜ。おいおいちょ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 い、帰って。やだ、帰れよ。やだ、俺は生まれてくる子供が大切なんだよ。本当に申し訳なかったと思ってる。子供のために死ねるの。Produced by Production Garage.何しに来た。何しに来たのはひどくね。俺5時間もかけてきたんだぜ。おいちょ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 い、帰って。ちょっと聞いてよ、俺さ子供生まれるんだ。上がらせてもらうぜ。あ、ちょっと。なあ、こうやって話すのさ、10年ぶりぐらいか。話したいことたくさんだぞ。おい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 、釣れねえなあ。いろいろさ、積もる話とかあんだろ。なあ。で、なんのよ。俺の結婚認めてほしい。いや、だから俺が家庭持つこと認めてほしい。来月子供生まれるから、まあ、だいぶ先になっちゃうと思うけど、結婚式にも参列してほしいと思ってる。いや、兄弟だからさ。はあ、やだよ。勝手にすればいい。いや、それじゃさ、ダメなんだって。お前が認めてくれねえとさ、なんつうかこう、俺がさ、こう前に進んじゃいけねえ気がして。俺のせいで、お前高校中退しただろ。すまなかったよ。
俺が暴走族入ってたせいで、いじめられて。それで、何が言いたいの？ごめん。もう、なんつうんだろうな。俺のせいで、マジで俺ガキだったと思う。目の前のことが楽しくてさ、周りの迷惑なんて考えもしなかった。だから許してほしいって。ごめん。あの頃俺がどんな思いをしてたか知らないよ。俗とかチンとか知らないけどさ、あんたが打った喧嘩のせいで変な因縁つけられて暴力振るわれた。カツアゲもされた。階段から突き落とされたこともある。いろいろあって逃げるようにあの町を出た。もう思い出したくない。本当ごめん。俺がお前の人生むちゃくちゃにしたと思う。お前の弁護士になるっていうのも台無しにして。でも俺やっと気づいたんだよ。俺の行動一つで俺と関係する人が不幸になんだって。100万入ってる。俺の人生金で買おうっていう。これで済むとは思ってない。何でも言ってほしい。それ自分がスッキリしたいだけでしょ。こんなことされて俺が喜ぶと思ったの？それにあんたはあの頃の俺に何もしてくれなかった。信用できない。今更蒸し返さないで。俺の人生はあんたと関係ない。帰って。もう二度と顔見せないで。ダメ。帰って。嫌だ。帰れよ。嫌だ。俺は生まれてくる子供が大切なんだよ。お前が認めてくんねえとさ、子供に預かるがねえんだよ。だから俺が結婚すること、親になること認めてほしい。ごめん、すまなかった。意味わかんないんだけど、すごく自己中なこと言ってるよね。そうかもしんねえよ。でも本当に申し訳なかったと思ってる。
すまない。俺は変わる。俺は子供を幸せにしたいんだ。だから頼む、頼む。そんなに子供が大事なんだ。子供のために死ねるの。ああ、バカじゃないの。ちょっと外行ってくる。おい、言えた。本当にムカつくよ。もうぐちゃぐちゃだよ。ごめん。ちっちゃい頃、あんたみたいになりたいと思ってた。強くて立派で頼もしくて、でも全然違ってたよね。多分あんたは立派になって変わったんだと思う。でもそれはそれでムカつくし、簡単には許せない。過去は変えられない。ごめん。俺、この間、司法試験の予備試験に受かったよ。マジでか？もう少しで夢だった弁護士になれるかもしれない。お前すげえな！お前すげえな！勉強して思ったよ。問題には、示談なり、和解なり、何かしらの決着をつけなきゃいけないって。頭では分かってた。生まれてくる子供に、俺と同じような目に遭わせないって約束できる。もちろん約束するよ。信じられない。俺はあんたが嫌いだ。死ぬまで許す気はない。どうすりゃいいんだよ。何でもするよ。証明し続けて、これからずっと死ぬ
援し続けて。もちろん約束するよ。おめでとう。元気な子供生まれてくるといいね。ありがとう。今まですまなかった。ありがとう。俺はこの子を絶対に幸せにする。そしてそれを証明し続ける。約束する。せーの、グッドアクト。監督の中村です。脚本の長崎です。俳優の武井です。同じく俳優の富根はじめです。今回の役はどうでしたか？今回の役は、うん、難しかったです。難しかったですね。でも、まあ、もう自分が今持ってるものは出せたんじゃないかな、うん、思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、どうもどうもどうでした今回の役？こんなこと言うのはあれなんですけど。どんなこと言うの？勘弁してくださいあんまり何も考えられなかったですね。なんかその場その場を真剣にもう相手はじめちゃんしか見てなかったんで。あ、もう そういう意味では集中してやった。あ、そうですね、集中はできてました。その作品がどうなってるかはちょっと作品がだいぶ怖いとこありますけど、もうだって出るもしか出ねえしっていうような、うん、なんかちょっとまあ、ふっきり特にあれだよね、最初の長回しの時は、ね、結構ね、本当にセリフ忘れてたりとか、やめてくださいよ、本当にセリフ忘れてる分、本当に思い出してる感じがめっちゃいいお芝居になってたっていう、そうですかね、うん、これはなんかあの NG になったやつですけど、うん、あ、そうだって言って、本当に、あ、そうだって。あの心の叫びが出てきちゃったとセリフ。そうですね。どうですかこの作品自体は、はじめちゃんはこう台本読んでどう思った？いや、なんか正直ですけど、うん、あのちょっとやりやすいのかななんて最初読んでて思って、うん、でもだんだん読めば読むほど、うん、あれっていうあ、これ全然そんなことないな、あこれはちょっと怖いぞみたいな、うん、で、また読んでいくとちょっとだんだん分からなくなっていってました、うん、すっげー分かる、うん、ほんと昨日、一昨日ぐらいにこういう気持ちだったんだと思って、役の気持ちを掴んだと、はい、そうですね、あ納得納得、あー、ついつまが合いますね、アップなーっていうか、でも現場にね、来た時第一声が
監督、俺掴みました。あ、言いましたね、掴みました。あ嬉しくて嬉しくて伝えたくて僕は今日掴みましたね直前のリハーサルで掴んだ、はい、で監督が修正してくれたのに対してあ、なるほどっていう感じですそういうことでも良かったですよね、うん、そのまあベースができてるからね直前に直されても、うんうん、まあ自分でこう表現できるっていうのがあるのでうん、まあベースをねしっかりと作ってくれた結果だったんじゃないかなと思いますけど長崎先生、うん、どうですか、はい、脚本の出来は、まあ、はじめちゃんをみじはじめちゃんじゃないこのゆうたという役をね惨めにしすぎないっていうねそういうところが修正あのちょっとも前の子はもっともっと惨めだったんですよでもそれがあの修正してからはあのまあするといけたかなと思いますなんかもう疲れちゃってあのもうファーってやったらなんか疲れちゃったもう完全燃焼できた完全燃焼したということですねあとに、うん、なんかまた最初のシーンに戻るんで「うん、えっす!」ってやってる自分がいや結構ハイテンションでいっちゃってんなみたいななんか合ってんのかなみたいなあまあ順撮りじゃなかったからね、まあ、ちょっといろいろシーンの撮り順がね結構映像はバラバラになりますけども、うんまあ最終シーンやってから一番最初のシーン撮ったからねまあちょっとテンションがよくわからないテンション多分合ってるでしょう、うん、まあ監督が OK なら OK しちゃうで、うんまあ、本当に長回しを結構意識して、うんうん、なんて言うんだろうなカットを細かく割るのではなくって、うん、結構ねカットのシーンを長く回してそれでも耐えられる演技というのをね、まあ、作ってきてくれたんじゃないかなとそしてその長回しもねまあまあうまくいったんじゃないかなというふうに思いますので疲れてる大丈夫いや、うん、疲れてますなんかこんなに芝居って疲れたっけああそういうことね、この作品が気に入ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますということでこれからもね、チャンネルガレージ、はい熱い作品を作り続けていきたいと思います。では皆さん、せーの、グッドグッドアクト。Short Drama Channel, an actor's passion for acting. チャンネルガレージ with YouTube。個性豊かな俳優がさまざまなジャンルのショートストーリーを演じる短編ドラマチャンネル。ドローンでの空撮をメインに、日本の美しい景色や歴史を伝える Discover J チャンネル。魅力ある企業を紹介する D チャンネルちょっと一息を最高のひとときにチャンネルガレージチャンガレで検索 Produced by Production Garage